竜座乳星は竜座にある二重星である。二つの構成は色と明るさがそっくりで小型望遠鏡で簡単に看望できる二重星の代表的なものである。二つの構成はそれぞれが竜座乳一星、竜座乳二星というバイエル名を持つ。乳二星は分光連星である。竜座乳星は竜座 β 星、竜座 γ ンマ星、竜座 μ 星。 竜座くさい星とともに、ハハラクダを意味するエールアウェードと呼ばれ、後には、クインクへドラマデリと記された。また、竜座入星には、クマという古有名があるが、この名前は、アントニーン・ベチュバーシュが用いたことから広まったとされ、その由来は不明である。中国では、天井の東座をお示し点、という星間を、竜座くさい星、竜座ベータ星、竜座ガンマ星、 ヘルクレス座オタ星と共に形成する。竜座乳星自身は、天にすなわち天の二番星と呼ばれる。乳一星と乳二星の相対的な位置関係は、長期にわたってほとんど変化しておらず、二つの構成は、見かけだけの重星ではなく、固有運動を共有する連星である。両者は、北西南東方向に、約62秒離れており、 これは年収しさをもとに推定する地球から流座、乳星系までの距離99光年からすると実際の距離にしておよそ 1900au となる。光転周期は5万年以上にはなるとみられる。乳二星は視線速度の測定から分光連星であることが1961年に発見された。視線速度の時間変化を詳しく調べることで軌道要素は 精度よく求められている。光転軌道はほぼ円で、光転周期が38日、連星間の平均距離は520万キロメートルとされる。ニュー1世とニュー2世は、どちらも A 型星で、質量は太陽よりも大きい。2世を比較すると、ニュー2の方がやや質量が大きく、見かけの明るさも上である。また、ニュー2世は、金属のスペクトル線が異常に強い A 型。 金属先生という得意性である。ありがとうございます。